ああ、そっか。はい、王国、ホマイ。もうこの時間はやってないよね。多分そこは朝早い。朝早く出ないとあれですもんね。で、奥に竹島水族館とかある感じだったっけ。ちょ、ちらっと。ちらっとお借りしておこうか。こっちにいろんな観光施設がありますからね。ちなみにここら辺は完全に汽水ですよね。なんでこのみんなくちばしが白いんだ。なんだ、何の水鳥なんだ。くちばしが白いですね。独特ですね。こっちに姿を見せてみろ。なぜかたくなにこちらを見ない。なんか取ってやがる。見てやるか。絶対に姿を見せてやるか。いいですよ。こちら60フレームで回してますね。パーセカンド。あ、違う。これ60フレームパーセカンドじゃねえか。40フレームパーセカンドで回してたっけ。ですからね。また、持て。でしょ？まあ、お魚も多分、汽水ですからね。もうあそこ海ですからね。学校やからもうほぼほぼ汽水って言ってもほぼほぼあれでしょうけど。で、ここが朝やってんだろうな。もうこの時間にはもう店じまいしてる感じですもんね。まあこんだけ海が近いんで当然お魚食べれるところとかもね、いろいろとありますからね。でも昼ですもんね、こっちは。それが竹島ファンタジー館。の奥に水族館とかある感じだっけな。テーマパーク。あ、もう閉まるか。もう閉まってますね。収録者。もう閉まるね。16時半閉店になってますもんね。はあ、ここはエビせんべいな。はあ、そうそうそう、この辺り三河、知多半島とかね、半田とかあっちの方もあれですけど、エビせんべいの里とかいますもんね。ここは本部長か。こんなの、ここは、あれで、こっちでいいかな。ほほほ。あれ？水族館がどこ、こっちじゃなかったっけ？あれ、まあいいや、歩いてりゃどっかに着く。そう、歩き続けてればね、どこかに着きますからね。タクシーとか来るっていうことは、あっち方面から行けば国道とかにも出れるはずだ。あの、お客さん降ろした後そのまま駅まで1メーターかもしれんけど行きませんかね。それで、また先のところに戻る感じかな。
こっちから行けるんだよな。なんか急に歩道が険しくなってるけど、なんだなんだこの歩道の険しさは。あれ、あれやっぱりですよね。なんか車ね、パワーのある車よりも歩道の方があからさまに、あからさまにちょっとしんどそうではありませんけど、よろしくないんでなくですか、そういうのは。ああ、マジで。しまった、国道側だったらこの坂なかったんじゃない、あからさまに。こっち車はしっかりと切り開いたけど、歩道はお前ら頑張って登れっていう、うん、車社会を感じさせられますね。いいか、観光に来るね、車で観光に来る方はね、やはりね、あれしてるわけですよね。もうな、歩いたりする人だけ者はね、あ、ちょっとちゃんと足腰をね、期待させてやるんじゃないかと、いうことなんでしょうね。おお、おお、聞く。めちゃくちゃ、登りすぎやないですか。ちょっと登りすぎやしませんか。お大官様、もうちょっと穏やかにしてもよかったんじゃないでしょうか。あ、まだイチョウも緑で色ですね。せめてこれでイチョウが紅葉してたら。見どころだったんですけど。あ、ちょっと待って、そう、あ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、これで竹島の、あ、駐車場まで来ましたね。この先はザ観光地な感じになってますもんね。まだお客さんも結構いますね。これ曲がった方が良かったのかな。まあ、まっすぐ行って大丈夫でしょう。行けるよな。けい。行けるはずだけどな。